お鼻ほじほじで皮膚トラブルになる？シャボン玉石鹸プレゼンツ、あるある。福岡市にお住まいの千尋ママと2歳の新太くん、そして1歳になったばかりのいつきちゃん、5歳のニーナちゃんのにぎやか一家。ママにはこんなお悩みが。新太は肌が弱いんですが、飛び火にならないためにはどうしたらいいですか？アドバイスしていただくのは、福岡市にある寺尾皮膚科アレルギー科クリニックの寺尾博士院長。皮膚免疫アレルギー学を専門に診療されています。飛び火とは正式には伝染性の過敏といいます。湿疹、汗も、虫刺されなどが痒いからとかき壊して傷になり、そこに細菌がついて水ぶくれやかさぶたになる病気です。その菌が飛び散ると体のあちこちに広がっていきます。他人にもうつる病気です。疑いを感じたら早めに受診しましょう。手をよく洗い、爪は短めに切っておきましょう。そしてお鼻の中も要注意です。細菌がたくさんいる鼻の中をいじった手で体をかくと飛び火にかかることがあるので注意しましょう。そうなんですね。もし飛び火になってしまったらどんなことに気をつけたらいいんですか？患部はお薬を塗り、ガーゼ保護をしましょう。また医師からかゆみ止めを処方されていればきちんと飲みましょう。原因となる細菌を減らすため入浴して清潔に皮膚を保ちましょう。浴槽に使ってもいいですが、必ず最後に十分シャワーで患部を洗浄してください。飛び火のお子様は兄弟の最後に入浴しましょう。タオルは兄弟で共用しないようにしましょう。プールもダメです。ちょっとした傷から飛び火にならないようにするためには早めの治療が大切です。夏は汗をかいたままにしないよう特に注意してあげてください。これから気をつけます。ありがとうございました。バイバイ。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 TNC ハグハグからご応募ください。